はい、どうもバスへの人生です。バスへのメンバーです。はい、ではどうですかみんな、この皆さんこの感じ、はい、お待たせしましたね。最高でしょう、はい、これ今回ですね、2023スプリングサマーコレクションのユハですね、はい、こちらがね到着しました。結構ファーストデリバリー一挙来たね。いや多いですね今回、めちゃくちゃ多くてびっくりしました、うん、本当。そうなんで結構ね、今までね一点一点商品をねちょっとご紹介してたんですけど、はい、それはまた後日、はい、そして、今回はですねある程度のねラインナップっていうのをねさらっとこうご紹介するような動画にしていきたいと思います。そうですね、まあ、こういうのが来てますよというのを紹介して、うん、スタイリング動画とかですねまた後日ちゃんと紹介しましょう。ぜひぜひ今日はこのファーストデリバリーのどんなものか全部をですねご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、このバースデーチャンネルではですね、ここが主力大名にございます、セレクトショップバースデーのチャンネルとなっております。メインはですね、商品の紹介とスタイリングの紹介、そして、シルバージュエリーはですね、和漢シルバースミスやトゥアリグジュエリーといったね、ネイティブなジュエリーも取り扱っております。そして香水のサノバですね、今はシャンプーとかフレグランス、そして、お香などね、そういうちょっと香りにまつわるね、ブランドをね、ご提案しております。そして最後にいいバイクですね、スーパーセブンティスリーやアルコンといった、ブランドのカスタム動画や走行動画っていうのをね毎日19時に更新してますので、よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押して、よかったら過去の動画もね見てください。じゃあそれではですねこちら、うん、一個一個パパパッとご紹介していきたいと思います、うん、ちなみにですけど、はい、あれですか、梅、僕今回展示が行ってないんですよ、このユハの23。あ、そうですね、まあ、僕と砂尾さんで行きましたからね、うん、どんな感じでした？いや今回もめちゃめちゃ良かったですね。結構注目するシリーズがいくつかあって、あ、まあそれこそですよ、冬に出てるベルテッドコートあるんですか。なるほどなるほど、あれが春夏でも出てたりとか。ほう、そうなんですよね、やばいっすね、うん、でそこにありますけど、そうなんです、うん、もうこれだったりとかもう来ております。で、まあ、基本黒が、まあ、もちろんユハベースにあって、黒を基調として別の色も取り入れるんですけど、今年はブラックと、そしてもうすでにあるこちらのエクリュ系のカラーリングですね。最高ですね、ユハといったら春夏結構エクリュは鉄板ですよね、うん、すごい良かったです、うん。でイメージはスタイリングのイメージは今回、まあ、分かりやすく言うともうワイドパンツで、そしてトップスはちょっとタイトめですね、うん、確かに。ここが今回キーとなっておりますので、ぜひその辺も見てもらえたら、あのタンタケなども非常に注目度が高いアイテムでございますよね。はい、うん、じゃあちょっとね早速じゃあ、まあ、さらっとね一点一点ご紹介していきたいなと思いますので、うん、はい、よかったらぜひ最後までご覧ください。よし、じゃあ早速ですね、うん、はい、まず第一発目から、第一発目のちょっとね、シグネチャーアイテムから、はい、行きましょうか。こちらでしょう。はい、じゃじゃん。こちらのベルテッドコートの、春夏バージョン。初めて出ましたね、ベルテッドエアーツイルコートでございます。エアーツイル、はい、はあ、今回ですね、通常のベルテッドだったら、まあ、分かりやすく言うと、縮小かけたような、まあ、厚手の運動じゃないですか。で、今回、まあ、春夏仕様ということで、うん、エアーツイル、非常にこう、ふんわりとした、かつ滑らかな、そうですね、はい、素材を使っております。ちょっとこのラペルも結構アクセントになっていいですね、うん、そうですね。で今回 の、まあ、そのベルテッドコートは過去にも出たようにスタンドカラー、ステンカラーじゃなくて、こちらのちょっとトレンチっぽいようなチェスターっぽさもあるようなラペルがしっかりついている形でございます、はい、なるほど、うん、いいですねこれは、まあですね、まあ、生地感が軽やかになっていることによりユハ特有のロングコートの動きがめちゃめちゃいい、うん、なるほど。そちらをですね、まあ、後日ですよ紹介する動画の時に楽しみにして見てもらえればなと思います。はい、お願いします、うん、ぜひぜひこれはですねチェックしてみてください。はい、結構早いかもしれないですよ、まあ、シグネチャーアイテムですからねユハの。間違いないです、うん、じゃあ次行ってみましょう。はい、次はですねこちらユハから来ました、はい、デニムですよ、デニム。なるほど、はい、こちらウォッシュドデニムジャケット。はい、デニムってね、ユハはどっちかといったらさ、ちょっとこうヨーロッパルーツのアイテムが多いから、うん、こういうカジュアルなね、はい、そうアメカジっぽい感じってなかなかないですけど、うん、ユハならではのデニムの、そうですね、見え方と見せ方をしますね、今回。まあ特徴的なのは、まあ、ブラック、まあ、かなり濃いめのブラックに少し温室が厚めの硬さのある、デニムを使っております。まあ非常に馴染みも楽しみな、そういうオーセンティックな作りですね、うん、そしてボタンが特徴的なんですよ。非常に光沢度の高いメタルをしております。確かに品がいいですね。そうなんですよ。なのでこれですね、後ほどパンツもあるんでセットアップの。なるほど。そこも含めて見てもらえるといいんじゃないでしょうか。うん、ああぜひチェックしてみてください。今回展示会でも、まあ、僕もボスも、あ、デニムいいなとなったアイテムですので。なるほど、はい。ぜひデニムを普段履かない方とかにもぜひおすすめしたいデニムでございます。はい。はい、では次行きましょう。お。はい、来ましたね、ボタニカルシリーズですね。ですよ、の、まあ、今回、まあ、新しい柄のフラワータイプ、
はい、なるほど。こちらがボタニカル、まあ、ロングショット。まあ、もう名前の通り、ユハの春夏のシグネチャー的なところですね、この柄。うん、結構ね、こう軽くて薄手でいいね。はい、いわゆるまあマイクロスパンのまあ細身のまあかなり糸が細かいまあポリエステル、化繊を使ってるんで、なるほど、何でしょう、夏場とか別に洗っちゃってもいいし、もうイージーケアの適性でガシガシ使えちゃいますね。もうメインどころでございますね。なんか夏でもこういう色気のある感じをね、うん、出せるってすごいやっぱユハらしい、ユハらしさをね、うん、感じるようなデザイン性となっております。まあ、ジュセさん似合いそうですね。僕大好き、これを紹介しようと思います。あ、良さそうですね。ぜひチェックしてみてください。じゃ続きまして、結構こういうやつよ、はい、次は結構僕が好きなアイテムなんですよ。なるほど。こちらのプルオーバーシャツ。なるほど、かぶり好きやね。かぶり好きなんですよ、まあ、僕大好きで、まあ、これも基地的にはまあ近しい素材のいわゆるまあポリエステル化繊のまあマイクロスパンの糸なんですけど、これっすね、まあ、いわゆる洗えてかつ夏場とか、まあ、僕1枚とかタンクトップでさらっと着たいアイテムでございます、うん、結構、まあ、これのパンツもまあ頼んではいるんですけど、うちまだ到着はしないんですけど、セットアップできても非常に良かった。しかも価格帯も安いよね、これ確か。そう、これ確かね、ちょっとごめんなさい、ちょっとあの確実じゃない、2万2000円ですよ、これ。そうでございます。うん、まあ結構ユハの、なんでしょうね、まあエントリーモデルというかですね、うん、とりあえずじゃあユハ気になるからこいつを買ってみろと、うん、そういったアイテムでございます。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、お、次はこれ来ましたね。これですよ、これは僕展示会でかなり好きだったアイテムでございます。これ。このショート丈、そしてタイトめのシルエット、こちら。はい、ランダムリブナローシャツ、これ良かったんすよ。あ、なるほど、このちょっとこう折り柄というか、あ、そうです、ね、そうです、そうそう、まあ、がちょっとこう位置がランダムになってると。でこれがですね、ワイドパンツと非常に合う、まあもう皆さんルックとか見てもらえる方はですね、分かりやすい、これがかっこよかったんすよ。うん、なるほど。ちょっとこれですね、僕もあのオーダーさせてもらってるアイテムですね。ちなみにこれシャツになるんかな。一応そうですね、まあ、シャツ的な使い方もできるし、まあ、ちょっとニットっぽい素材なので、うん、なんかそういうニットシャツみたいな感覚でも使えます。非常にライトなので、あの、まあ、1枚羽織でもいいし、なんかカットソー感覚でも使えるような非常に優秀なアイテムです。早くスタイリングで見せたいアイテムですね。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、カットソーですね。カットソーです。ここからはこちらの、まあ、タン丈のカットソーでございます。なるほど。こちらがですね、あの、うちのボスお気に入りの一着です。ほう。こちらが、まあ、ランダムツイール、あ、ランダム、あ、すみません、ランダムパイルの素材でございますね。あー、なるほど、うん、パイルか、パイルです。確かに素材感的にそうだね。そうなんです。だから少しこう、何でしょう、ふんわりとした質感というかですね、が特徴的なところでございます。なんかやっぱこうシルエットといい、こう袖の太さといい、ちょっとフェミニンな感じがしますね。そうですもんね。うん。うん、で、だからもう本当わかりやすいですよね。これにワイルドパンツ。みたいなイメージですね。確かに確かに、バランスはすごくいいかもしれないです、うん、はい、でうちだと細身で合わせても非常に合うと、はい、なるほど、そういったところですね、はい、うん、じゃあ次、次、あ、一応それ、あの、色違いがこれあるんですよ。なるほど、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、すみません、こちらですね、エクリ2色、エクリかな、はい、これはです、エクリですね、あります、2色ありますので、まあ、抜け感が欲しい方はこちらを選んでみてはいかがでしょうかと。はい、いいですね。まあ、こういうのはね、割となんかこう、うん、なんかなんやかんや使っちゃうみたいな。そうそうそう、なんかまあ夏場白多くなるじゃないですか、確かにトップス、まあ、っていうので白じゃなくて若干色持たしたいなっていう方なんかは非常にいいですね。なるほど、ぜひぜひこちらはですね、スタイリングのお供に、うん、はい、チェックしてみてください。ございます、はい、よっしゃ、じゃあ次、はい、こちら、これいいですね。はい、来ました、ボタニカル柄のこちらスイッチのカーディガンでございます。なるほど、はい、これがいいんですね。なんか質感が少し重さがあっていいね。うん、そうなんですよ、コットンの中でも、まあ、あと何でしょうね、こうそんなに軽くしすぎてないというか、ね、糸自体を。なので、まあ、重量感もほんのりとですね、ちゃんと着てる感じはあると。でこれよく見ると、あの、右と左でスイッチデザインが違うんですよ。これ皆さん気づかないでしょ、あ、確かに確かに、本当だ。よく見ると実は変えてるんですよね。うん、なるほど。ユハのニットって、まあ、出るときって結構そのスイッチ、まあ、まあ、左右で変えたりとかすること多いじゃないですか、うんうんうん、それを、まあ、生かしたというかですね。なるほどですね。なのでそういう細かいところも実はちょっと見応えがあるカーディガンでございます。確かにちょっとね、あの、カメラじゃ分かりにくいかもしれないで、まあ、実際にね、これは動画、ね、着用動画というか、うん、紹介動画の時にね、分かりやすく、はい、ご紹介できると思います、うん、まあ、特に今季は透け感のあるアイテム非常に注目度高いですからね、うん、皆さんぜひぜひチェックしてみてください、はい、もうずっと俺チェックしてみてください。まあどれもチェックしてほしい、はい、パンツ、パンツいきましょうか。いきましょう、エクリのこのパンツ、はい、はいはい、ちょっとこれ僕、これ持った方が良さそうな気がする。あ、そうですね、うん、広げてみてください。
はい、こちらお名前は、はい、こちらサマーツイードのフレアパンツですね。はあ、はい、サマーツイードって言ったら冬っぽいね、はい、そうですね、イメージですけど、それを夏仕様の生地感でしております。なるほど。まあ、ツイード特有のなんかムラっ気というかですね、うん、そういう表情の豊かさっていうのが非常に特徴的でございます。なるほどですね。ツイードってですね、まあユハ一回冬場出しましたもんね、コートで。あ、出したね。まあ完全に冬仕様ではあったんですけど、それの夏版というかですね。なるほど。まあ、あれも一緒にかっこよかったですもんね。形がこれ絶対綺麗なやつ。うん、まあ、ユハのフレアパンツは非常にやっぱ定評がありますから、いいですね。フレアパンツぜひ履きに来てくださいね。ぜひぜひ。じゃあ次行きましょうか。はい、ちょっと。あ、じゃあすいません、その間に次がですよ、皆さんお待たせしました。これはデニムのセットアップのパンツですね。はい、デニムのセットアップのパンツです。まあこうなるわけですよ。こうこうですからね。こうこうこうなる。はい、なるほど。かっこいいんすよ、このパンツが。ちょっとダブルに、ね、うん、そうです。ワークスタイルなわけですよ。なるほど。ワークパンツをユハが作ると超綺麗になると。確かに。うん、で今回ですよ、まあ、僕もうちのボスも、まあ、すごいいいと思ったのが、この黒ベースに、わかります、まあダブルニーだから、ここに、まあ、リベット打ち込むじゃないですか、はい、正面から見た時にここのシルバーアクセントがめっちゃ良かったんですよ。なるほど。だから、まあ、後ろも見てもらうと分かるんですけど、そうなんですよ、打ち込みのリベットが非常に映えるデザインになってるんですよね。しかもセンタープレス後ろかけてあるんですよね。そうなんですよ。だからワークだけど綺麗に見せれちゃう、どこか品がいいデニムパンツに仕上がってるんですよ。なるほど。ただですね、なんかやぼったいからデニム嫌だなと敬遠する方にこそぜひ履いてほしい、はあ、そんなデニムでございます。なるほどですね、はい、いやめちゃめちゃいいじゃないですか。ですね、今回デニム良かったんで、多分このまま商品紹介しそうになりますからね。確かに、うちで提案するデニムとはまたちょっとね違ったパンツになってますね、うん、そして今回からの新登場、カーゴパンツですね。最高。うん、いいです。今みんな履きたい気分ですよね。そうですね。カーゴパンツは、まあ、やっぱユハといえば綺麗じゃないですか。確かに。なので、まあ、さっきのデニムとも同様なんですけど、まあ、カーゴ、まあ、ミリタリールーツとかを非常にさらりとミニマルに落とし込むスタイルが非常に特徴的です。素晴らしいですね。今回まあ素材も綿100なんで。あ、なるほど。そうなんですよ。今回は確かにいいね、綿100で。そうなんですよ、まあ、ウールじゃない分イージーケアで楽にガシガシ履いてくださいと、そういったところで作っております。すごい、なんかこうスタイリングのなんかこう、ね、アクセントになるこういうちょっとこうね大きなポケットといい、やっぱカーゴならではのね、うん、特徴的なデザイン、パンツで結構アクセント効かせれると思います。これは、はい、なんか黒パンが普段多い方とかでも形が全然変わると印象も変わるので、ぜひお試ししてみてください、はい、そして最後ここまでいきましょうか、はい、最後はですよ、こちら皆さんもう気になっていると思いますけど、こちらベルトでございますね、はい、こちらのベルトが、はい、はい、ホックバックルタイプのベルトでございますね。フックフックフックバックルかな、ホックバックルっていうかな、ホックですね。なるほど。タイプになっております。これ使い方的にはここのここに通してっていう感じですね。こんな感じ、かっこいいんですよ、うん、こちらもまあ久しぶりですね。久しぶり、ん、初めてですかね、ユハベルト出すの。いや、ベルトは何回かあるんですけど、うん、この手のね、ちょっとこうごつめの、うんうん、バックルは結構初めてじゃないですか。そうなんです、うん、タップインスタイルの方ですね。まあ、何でしょう、ごついけど綺麗に見えるじゃないですか。確かに。って、うん、そう、しかもルックで合わせてあったのがトレンチコートに合わせてなかった、ベルテッド ね、のウエストマークにしてましたね。それもできるっていうね、まあ、これは次回またスタイリングでお見せしたいと思います、はいはい、ミニベルトもこれで1万5000円とか。え、安っ。16,500円ですね。本当だ、めっちゃ安いっす。めちゃめちゃ安いじゃないですか。ぜひ皆さん、スタイルのお供にどうですかと。はい、うちでね、ちょっと出してるウエスタンとか、そういうベルトとはまたちょっとね、違ったデザイン性のバックルになってますので、はい、ベルトになってますので、ぜひよかったらこちらもご検討してみてください。はい、まあ、さらっとね、こんな感じでご紹介させていただきましたけど、うん、皆様いかがでしたでしょうか。いやー、今期もかっこいいですユハ。いやー、うん、まあ、ファーストデリバリーでこんなにバーッと来るとは思ってなかったから。いやそうですね、うん、なので今来てもらうと皆さんユハの雰囲気もめちゃめちゃ楽しめるので、そうですね、ぜひですね店頭にもお越しください、うん、そうで、なんか一応ね、なんかこちらのもう商品はですね、うん、もうすべて、オンラインストアの方にですね、はい、貼ってますので、よかったら概要欄からね、飛んでチェックしてみてください。そして、商品のね、細かい説明だったりとか、金額の面もですね、うん、ご紹介してない分も、ございますので、ちゃんと記入してありますので、ぜひよかったらよろしくお願いします。はい。最後まで見てくださった皆様、誠にありがとうございました。ぜひね、ユハは、まあ、こちら、ファーストデイでしっかり揃っておりますので、皆さん、店頭にまたいらしてください。はい。はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。